さざみとたくみのお掃除講座。こんにちは、たくみです。今回はモテギ流掃除講座の動画の中から僕がなるほどと思ったものをランキング形式で3つ紹介していくよ。3位、酸性の酸素系漂白剤で洗面台を効率よくお掃除。第3位は洗面台を衣類用酸素系漂白剤のワイドハイタープロラクアワスプレーで掃除していく動画だよ。酸素系漂白剤といえば僕はオキシクリーンを使うことが多いんだけど、ワイドハイタープロラクアワスプレーも同じ酸素系漂白剤なんだって。使い方は意外とシンプル。軽く水洗いをしたらワイドハイタープロラクアワスプレーをシュッシュと吹きかけてしばらく放置しよう。排水口の中のように汚れがひどいところはブラシを使ってこすり洗いもするといいよ。この動画で僕がなるほどと思ったのは洗剤の液性について。ワイドハイタープロラクアワスプレーは液性が酸性だから水垢やザラザラ石鹸カスが柔らかくなって落としやすいとか。同じ酸素系漂白剤でもオキシクリーンのような粉末タイプのものは弱アルカリ性だから酸性なのは珍しいんだって。さらに研磨力のあるスポンジと使えばより汚れが落ちやすく。動画では3COINS のロールスポンジを一緒に使っているよ。洗面ボールはもちろん、蛇口のような水洗金具は水垢がつきやすいし、ワイドハイタープロラクアワスプレーとロールスポンジで効率よく掃除していきたいよね。2位、サンポールで鍋の焼けが一瞬で綺麗に。第2位は鍋の焼けを落としていく動画。使っている洗剤はなんとトイレ用洗剤のサンポールなんだ。トイレ用の洗剤を鍋に使うの?とびっくりしたんだけど、鍋の焼けを落とすなら酸性洗剤がいいんだって。そしてサンポールは市販の洗剤の中ではかなり酸が強いとか。近所のドラッグストアには必ず置いてあるし、持っている人も多いよね。落とし方も簡単。サンポールを鍋の内側に垂らしたらブラシやスポンジで塗り広げていくよ。するとすぐに焼けが落ちて綺麗な銀色に。最後はしっかり水洗いをしてね。こんな一瞬で焼けが綺麗に落ちるのはサンポールの酸性度が高いから。用途外での使用にはなるけれど効き目は抜群だね。1位、トイレのオキシ拭きを効率よく進める方法。第1位はオキシクリーンでトイレ全体をまとめて掃除していく動画。動画では便器の内側はオキシクリーンでつけ置き洗い、外側や壁はオキシクリーンで作った洗浄液で拭き掃除をしているよ。この動画で僕がなるほどと思ったのは拭き掃除用のオキシ液の作り方。スプレーボトルに50度くらいのお湯 140g を入れたら、オキシクリーンを 1g、 食器用洗剤を 1g 混ぜるよ。拭き掃除用のオキシ液ってバケツや洗面桶に作ることが多いけれど、スプレーボトルに作れば掃除中も使いやすいよね。ただしスプレーボトルに作るなら容器の膨らみに要注意。密閉された容器だとシワシワの酸素の泡で膨らんでしまうかもしれないみたい。作ったらできるだけ短時間で使い切ること。もしオキシ液が余ったら便器に流してしばらくつけ置きしておいてもいいね。まとめ。今回はモテギ流掃除講座の動画の中から僕がなるほどと思ったものをランキング形式で3つ紹介していったよ。気になる使い方があったらみんなも動画を見ながら試してみてね。それではここまで見てくださりありがとうございました。またお会いしましょう。モテギ和也の YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。